はい、どうも、バーフ TV です。今日は前回登場してくれたあのリナちゃんがですね、普通にうまいので滑るの滑るのめちゃくちゃうまくて、で、ちょっと喋ったらパーク特訓したいって言うから、あの、一回見ていいですか。わかりました。だから、あの、いつも通りちょっとヒットしてもらって、できるだけだけ。わかりました。こっちでも、はい、目標でも、パーク、あの、レールでも全然できない。大丈夫、大丈夫。いきます。おっからパーキッカーね、キッカー。もう見えました。ビビりまくり。あ、怖いなと思ってるのが。さっき下のパークも行きますよ、ちっちゃい方。わ、うん、どうでした？怖いですよね。なんかカナダって日本と違って距離上がってるんですよね。そうなんですよ。リックが思った以上に、うん、そうかな。その時にもうね、もうキッカーが来ました。こう後ろ足から飛んでるんです、はい、なるほど。もしくは両足でなんか真上じゃなくてちょっと前気味に飛んでるんです。なるほど。で、ちょっとバランス崩れちゃうんですよ。キッカー飛ぶときって止まらない、そのまま作っていく、もしくは前足を上げる。前足を上げる。後ろ足じゃなくて前足をちょっとだけ上げるだけ意識してジャンプするとちょっとやりやすいかも。分かりました。僕は板の真ん中にしっかり乗るっていう、エッジを立てきに怖いけどエッジを立てきに、もし斜めに行ってしまったら斜めに落ちちゃう。で、乗っかったらもう板の真ん中で我慢、うん、最後まで。わかりました。一回これやってみましょう。わかりました。前足上げ、ちょっと前に体を倒して後ろにグッと、で、前に片足だけ、板の真上に重心を置いて前足だけ。もしかしたらゆっくり決めながらのがやりやすいかもしれない。まっすぐ決めて前足だけ打って、あ、こんな感じ、こんな感じ、あ、これ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 、うまい、あ、これこれ、うまいうまいうまい、あ、もうできたわ。なるべく板の真上でっていうのを意識して、でもできてるから大丈夫。じゃあ僕ね、僕はもう乗るまでにスピード調整して、まっすぐ、もう相手に対してまっすぐ入っていったら、あとは無抵抗で、今日も体重を言語共有どこにもフラグ、板の真ん中に乗っかる。あ、うまい。ナイスナイス。今日さっきちょっと練習した野球を、あのキッカーの青い剣のところ、あそこでやる感じ。いけるいける。あー、ノーリーになってる。前足、あ、怖いか。やる。うわ、前足だけ、前足だけ。あ、この感じ、この感じ。うん、いい。さっきより良くなってる。あ、いいいいいい。今の回が一番綺麗。うん、あの感じ。なんか、そう、そう止まらなくていいの。前足ちょっと減ってあげるだけでいい。いい感じ。いや、最後いい感じやったよ。最後のが一番いい感じだと思いました。ね、めっちゃ、あ、いったなみたいな。お、これだって。そう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 。いや、その感覚得たのでかい。うん。なんか今までは結構後ろ足、そうなんですよ。結構ノーリー気味で飛んでたから、ちょっとこう前にこけそうになってた。最後きれかった。最後なんか、着地した時もちゃんときれいに。ね、いってた、いってた。うんうんうん。で、あの感じで、上のやつとかも全部。もし行けたらもう習得したと言っても、やった、早い、なかなかいいじゃない、こんな早い人。教えてからじゃ1本しか行ってないのに。
ほんまにオーリーってやっぱキッカーの閉じ方って前足だけ。なんかやっぱオーリーって意外と難しいんですよね。そうなんですよね。なんかやり方分かってるようで分かってなくて、うんうんうん、でもこれを知ったか知ってないかは全然違うから。全然違いました。僕はね、もうあれ完全に慣れみたいで、ひたすら乗りまくるしかないまだ最初のこけない乗り方を教えることはできるけど、それ以降はやりまくってもらうしかない。なるほど。じゃあこの上のジャンプ台ミックと下ミック綺麗に飛べたらクリアということで。そう、やった。できたからな。最後の感じでクリア目指して3連覇中、あ、6連覇中。6連覇すごい。頑張ります。俺厳しい今日検定の時は。本当ですか。じゃあ行きましょう。はい、行きます。準備は頑張って。お、やる気バッチリ。二人してこげるっていう。あー、大丈夫？大丈夫？日が。ボックスの権利を受けた。さあ、いけるよ。いけるよ。もうちょっと、もうちょっと。頑張れ、頑張れ。あ、いいね。結構最後のは良かったよ。うん、綺麗に飛んでた。ちょっとスピードがね、遅いと、遅いとやりづらいよね。ある程度の速さつけて、まっすぐ、気持ちいい前足上げるだけ。最後は確かに。うん、綺麗やった。やっぱ3個目ぐらいの勢いがちょうどいいんやろね。確かに。1個目、2個目、多分遅いんやと思う。遅かった。いやー、僕今日大丈夫だった日が。大丈夫。俺もめっちゃ日が打ったけど。悔しさで練習しております。うまなったよ、前上げ。あ、うまい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 。あ、うまいうまい。いや、前上げだいぶうまくなったよ。うん、これ1個目逆に来てて、2個目3個目でちょっとジャンプしてみます。ちょっと勢いを引けて、1個目は引けていって、結構前上げはうまくなって綺麗になってるから、うん、ちょっと分かってきました。あ、いい、いいね、いいね。あ、いい、いい。おー、ナイス。うまい、うまい、うまい。めちゃくちゃいいわ、最後。あれ、綺麗に飛べるね。多分、あれ一番。ちょっとランディングが。まあ、ちょっとね。ちょっと遠気味やったけど、まあまあ、でも綺麗に飛んでましたよ。何点ですか。まあでも、上の3つ目も綺麗に飛べたし、最初がノーリー気味のあれを考慮すると70ぐらい上げてもいいと思うよ。伸びしろがすごい。ただちょっと結構気合の空回りで僕があれはちょっと考えすぎて。いや、まあこの調子で、ちょっと修行はどんどん楽しみやな。2回行くぐらいでもう一回なんかやりましょう。ありがとうございます。いや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 。